事、キトキトくん。ちょっと待って。登山届は提出した？登山届は万が一の時に自分の身を守るお守りになるんだよ。登山届は登山届の窓口をはじめ山岳警備隊派出所、インターネットやスマートフォンアプリでも提出できます。来時キトキトくん、登山をするときは登山届を提出してね。登山をするときは家族や職場にも行き先を伝えるんだよ。登山届は万が一遭難したときなどに救助活動を迅速に行うためのものです。登山に行く前には登山ルートの確認や必要な持ち物などを準備して登山届を提出し、家族や職場などにも登山計画を伝えましょう。登山届を出しましょう。